耳で聞く太陽のエクボラジオ沖縄オリジナルポッドキャスト耳で聞く太陽のエクボこの番組は沖縄の子育てをもっと楽しくを思っに活動しているエクボママたちが 様々な子育ての情報を発信していきます。子育て真っ最中のママたちが作っているフリーペーパー太陽のエクボのラジオ版になります。耳で聞く太陽のエクボ、パーソナリティの晴れママです。太陽のエクボは沖縄で子育てをしているママたちが集まり、フリーペーパーの発行やイベントの開催などで子育ての情報を発信しています。 今日もスタジオにお子さんがいるので途中で声が入るかもしれませんがご了承ください改めましてパーソナリティの晴れママです私は大阪出身で小学5年生と3年生の2人の子育て真っ最中です普段はフルタイムで会社員として働きながら太陽のエクボではコラムの執筆や広報活動などをしていますそれでは今回登場してくれるのは あざまるさんと初登場のあっちゃんですではあざまるさんから自己紹介お願いしますはいこんにちはあざまるです私はエクボママで11年 くらい活動に参加しています。えっと、5年生と3年生と3歳の3姉妹を、えー、育てながら、えー、活動に参加していて、最近はあの、娘たちがあの、一緒に活動についてきてくれなくて、少し手持ち無沙汰な、<laughs> 寂しいなと思いながらも、はい、楽しませていただいてます。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、初登場のあっちゃん、自己紹介お願いします。 はじめまして、えくぼママのあっちゃんです。えっ、ー、と、えくぼママになったのは、今年の4月で半年ぐらいなんですけど、まだまだ具体的な活動とかはしたことがなくって、これから何か一緒にできたらいいなと思っています。現在、あの、1歳4ヶ月になる息子がおりまして、今日も一緒に収録に来ています。よろしくお願いします。お願いします。今ね、抱っこ紐で <laughs> 収録に参加していて、さっきね、ちょっと声、<え>ちょっと喋って、 喋ってたけど、あお話してるね。今まだあれだよね。でも自己紹介できることはないですね。はい、たまにね。声とか <laughs> あの入るかと思いますが、それも楽しみながら聞いていただきたいなと思います。うんはい、さあ、えー、もう11月ということで年末が近づいてきたんですけど、うんうん、私ちょうどいいタイミングでお片付け。熱が今入っていて発熱。お片付け。 スイッチあ<ー><ー>入ってですね、うん、きっかけはこの間あの読み聞かせをいつもしてるんですけど、うん、図書館に行ってこう昔よく読んでたインテリア雑誌とかを全然最近読んでないなと思って読み出すと「うん、ああ私こういう天然な生活に憧れてたわ」とかさ「なんかあそうだなんか木に囲まれた生活したかったわ」みたいなところから家汚いなって <laughs> <laughs> あのまず自分の推しだな あの推,し推しの俳優さんのグッズを片付け出したら、うん、それがすごい楽しくってラベリングしたり棚にすごく綺麗に収納したりすると周りも汚いことに気づき出して <laughs> あのキッチンからトイレから今結構ピカピカになってます素晴らしいどうでしょうし、ね、<laughs> お片付けどうですか片付け、ね、私もね生まれてこの方一回も入ったことないです <laughs> <laughs> なるほど、うん、ぜひそうです、ね、分けて今日はちょっと分けていただいてお家のお片付け頑張ろうね今,今のうちからスイッチ入れとくとね年末に向けていいことがあるかなと思いますがそれでは今日のねテーマ早速いきたいと思います太陽のエクボ今日のテーマはエクボママのお仕事事情 とということで、えー、今日はねあっちゃんをお迎えしているのでどんなお仕事をしているのかなとかえくぼママになったきっかけなどなどお話伺っていきたいと思いますがあっちゃんは私は会うの2回目ですよねそうですね2回目です、はいあのー、1回会った時はイベントの後片付けの時にいてえくぼのメンバーかのように働いてて <laughs> めっちゃテキパキしてると思ってメンバーと思っていたらその後もの 加入っていうことで、あのー、本当に最初から馴染んでるなっていう印象だったんですけど、うん、えく、ー、ぼママに参加したのが4月からということですけど参加のきっかけとかなんか。 エクボを知ったきかかけとかありますかあそうですねあのちょっと私もお仕事の関係でなんかこう事業とかその企画を動かすっていうことに対してあるちょっとだけ知見があったんですけどなんかそんな中であざまるさん率いるえくぼママの皆さんたちが新しい事業とかその企画を考えているっていう話を聞いて最初はなんかアドバイザリー的に。 あの、入ったんです。その授業とか、そういうのをするなら、っていう話をこう、あの、お打ち合わせさせていただく中で、なんかこう、すごいフィーリングがあったというか、あざまるさんとね、いろいろお話しさせていただいて、すごいなんか意気投合して、で、なんかこう、よかったらエクボママしませんかっていうふうに、まあ、スカウトしていただいたじゃないですけれども、お誘いいただいて、あ、なんかね、あの、仕事も忙しいし、まだまだ子育ても、あの、 目が回るような毎日なのでどれだけ活動できるか分かんないんですけどでもなんか皆さんと一緒にこう何か分かち合えるっていうのすごいいいなと思って参加させていただくことにしましたあ昌丸さんはこうあっちゃんと意気投合したということですけど<う>どんなところが なんかエクボで新しい事業を立ち上げようってなった時にあのその時にもアドバイザーがいてその方からあの彼女とくっついたらいいかもよっていうふうに紹介いただいたのがあっちゃんで、うん、最初はなんかもう本当にこう、えっと、いろいろアドバイスをいただきながらお話ししてたんですけどあっちゃんねあのお,お若いのにって言ったらあれですけど言葉がすごくなんていうのかな あの、暖かく、き、厳しく暖かくで、うん、なんかこう涙してしまうぐらい、<あー> <laughs> <laughs> やっぱり、ご経験と、そう,そう、知見があって、うん、あの、ちょっと、忙しいかもだけど、クボもやってみませんかみたいな言ったのが、 そうですね4月とかかう,、ね、うんまるさん私と話すといつも泣くエクボママ目をうるうるさせて <laughs> そうどんな話で泣くのかちょっと気になりますけどね一番でも若手って聞いたんですけどそうですね一番エクボママでははい若手若手っていうのは、ね、年代がえっと今年30の年ですねあざまるさん 34? あもう年齢が分かんなっ私もね、あざむさんに会ったのは、本当、学生あが、ああね、なんかねすごい、すごいお若い時に会ってるので、うんうん、まさかそれより下がみたいな<ー>になりますけど、うしいことで、すねでも、確かにあのお若いっていうよりは、しっかりしてるっていう印象はありますけど、うん、なんかお仕事も結構あの聞、聞いてびっくりというか。あの 初めて聞くジャンルなんですけどあ,そうです、ね、あの子育てロボットを作っているので、うん、なんかこう今まで聞いたことないとか見たことないという人が多いような気がします。ベビーテックって呼ばれるようなジャンル業界で有名なのは例えばなんかあのお休み中のモニターとか,なんかそういうものとかも含めてあの子育てを。 あの赤ちゃんの子育てをテクノロジーであのよくしていくようなジャンルのお仕事をしていますもう想像の斜め上はるか上を<う>行き,ぎてき未来すぎてさまず,、ね、ま,まずそのなんちゃらモニターっていうのは <laughs> なんですか,なんか最近、うん、その えっと、なんか、しずって呼ばれる、まあ、赤ちゃんが、その、なんて言うんでしょう、突然死んでしまうような。あの症候群って、昔言われていたようなものだったり、あと、赤ちゃんが窒息で、こうなくなってしまったり。っていうようなことを、まあ、防ぐために、なんか、こう、ベビーベッドに監視カメラみたいなのをつけるんですよ。で、そのモニターでね、赤ちゃんの様子を見たりとか、するようなのも。 あ,の含めてあとは他にも、えっと、赤ちゃんの泣き声を判断して怒ってるのかお腹が空いてるのかとかっていう分析してくれるようなアプリがあったりとかなんかすごいんですよ最近いろんな面白いのがあって。そそれはは私でもそのアプリは使える <laughs> うん、あ使えますよ使えます<ー>あの、ね、そのよくあるアプリのねスマホから使えるようなアプリで出てたりとか,、うん、なんかそういういろんな新しいものがある中であの私もその子育てロボットっていう、まあ、名前で名前でというかそういうキャッチコピーであの子育ててをしているママさんパパさささんんんとお子子が使えるようなロボットを作っています、うん、1> 子供さん1歳4か月ってことなんですけど 子育てロボットじゃあ作り出したのは子供を産む前ってことですかそそうですそうでですす私が、まあ、その会社に入る前から会社はじ、うん、あって2014年からそのロボットはあの研究からスタートして、うん、このように2014年に生まれて。で今もうほぼ 八年九年とか経ってるんですけど。うん、その仕事をこう選んだきっかけとか、なんか。出会いようがないような世界だと私は思うんですけど、<laughs> ね、どんなきっかけでその仕事を選んだんですか。あ、なんかもともと、その、私、こう、五人兄弟で、なんか、こう、弟妹たちもちっちゃくって。てで、なんか、こう、あ、なんか、子育てって大変だなみたいな、もっと楽しくなったらいいのになっていうので。うん なんかこう子育ててに関われるようなお仕事を探してたんですねでその時にそのこのロボットを作った社長さんのなんか取材記事みたいなのを読んであこんなのがあるんだみたいな,なんかそ,のそういう新しいものを取り入れてる会社ってどんなんなんだろうって一回こう会いに行ったんですよ。えー、でそのいきなりメールして1時間話しましょうみたいな感じで言ってでなんかそしたらなんかそこでもまた意気投合しちゃってうちで働くみたいな。 <で>行動力アルバイト力<を>そうから始めて <laughs> っていうのが、えっと、子供も産む前で27歳とか26歳とかの時だったのでまだまだ。 あまあ今考えてもまだ若かったなとも思いながら <laughs> でも、そうやってね記事見てあそんな世界あるんだって私なら終わっちゃいそうだけどそこから扉叩くってすごいですよねすごいやっぱり今,今のあっちゃんのまんまのこのパワーと行動力が学生の時からずっとあったのかなって感じるますよね。ややっっぱとととこうててお仕事事情とか話してると 自分で道を切り開いてきた人たちが多いのでなんだろうあの私なら転職マガジンとかそういうツールしか頭に浮かばないんだけどそうやって記事読んで実際に会ってこうチャンス掴んで自分の仕事っていう人結構多いので。うん そんなふうに、ねまあ、育休中産休中ってあの時間あるようでないんですけどやっぱこう刺激を得れる時間でもあると思うのでそれで見たものからなんか新しい道を見つけるみたいなママたちも多いかなと思いますけどなんかさっき話聞いててびっくりしたのが、えっと、妊娠する頃になんか社長社長にえっ あそ,うそうです、えっと、そうですそれこそ26歳ぐらいの年に、まあ、転職して、うん、転職っていうかうアルバイトみたいな形で半分お手伝いを始めたんですけど、うん、なんかその当時の社長さんからこう、うん、ある日なんかあっちゃん、社長やるって言われて <laughs> 軽い。<laughs> 多少ってそんな誘い方で始まんの <laughs> 本当ですよねあええー、みたいななんかこうびっくりしたんですけど、うん、まあでもその,あの会社の方針だったりなんかこうやっぱり私の良さというかあの個性というかってこうやってなんか言葉だったり、うん、こう空気をこう伝染させる力じゃないですけど、うん、がある私が、まあ、前に立った方が多分あの。 会社としても多くの人に応援してもらえるんじゃないかということで、うん、じゃあ私が社長を引き継いで,でなんかこう会社も盛り上げていきたいなっていうのを決心したのが大体28歳ぐらいですかね <laughs> で2928あ違う決心したのが27歳で28で妊娠が分かって29歳で出産したので。 なんかね、20代のうちにその社長と出産とみたいな慌たただしかったです <laughs> すごいね想像を絶する感じですけどその20代で社長に、まあ、就任していたということなんですけどまだお仕事自体が私もなんだろうしっかり理解しきれていないんですけどそれはその自分で扉を叩た,たいたそこの企業の社長になったってことですかそそそうですそうでですすお仕事ってその 具体的にどん,どんなことをするんですかきずっとこう研究みたいなあ、仕事内容ですかね。確かっ確かに、えっとまあ、ちっちゃい会社なので、うん、結構何でも屋さんで、まあ、その子育てロボットを作ってる会社にいるので。うん のロボットの新しい機能を考える企画のことをやったりとか、うん、あと、えっと、ロボット使ってるお客さんのお家でロボット壊れちゃったってなったらお家まで行って直しに行ったりとか本当になんかこうあと広報もやるしなんでも目まぐるしくですけど、うん、なんか本当に1から100までというかをあのメンバーと分け合いながら。 やってます子育てロボットって具体的に何してくれるんですか何か手伝ってくれるってことあえっ、ー、とねおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、その離れて暮らすご家族が子育てに関われるロボットっていうことで、うん、あのイメージして、えー、とスマホとかパソコンとかでロボットを遠隔操作できるんですよ。うんうん、でなんかこうロボットが、えー、とだるまさんみたいな二頭身の大体この、えー、と1歳ぐらいの子がと同じぐらいの大きさの ロボットがだるまさんみたいなロボットがあって、うん、でそのロボットを遠くに住んでるおじいちゃんおばあちゃんが動かしたりとかお話ししたりとかテレビ電話みたいにお話しすることもできるし。うん あの前後左右に動かしてかくれんぼとかもでできるんですうん、うん、なのでこうテレビ電話するだけじゃなくってあのこういう体を使ってなんかコミュニケーションすることでなんか一緒にいるみたいっていうような感じを感じてもらったりとか日々の成長をねできるようになったことっていうのをよりリアルにあの感じられたりとか,なんかそういうのをしてる間にこうママさんたちの孤独感というか,なんかワンオペ育児してる時って。 結構、まあ、お子供もいるから本当は一人じゃないんですけどなんか寂しかったりなんかこう私だけみたいな世界に私だけみたいなすごい寂しさに襲われたりすることもあるんですけどなんかそういうところになんか心のつながりをあのより感じ取ってもらえるような,なんかそんなロボットを作っていますおすごいなんか私、ね、自分の、まあ、ママとして子育てを手伝ってもらえるロボットかと思ったらおじいちゃんおばあちゃん となだろうまあ、テレビ電話ももちろん一緒にいるって感じするけど一緒に隠れんぼできるとか想像してなかったけどすごいですよねね、えー、すごい時代になったしかしこれってなんか動画とかで見ようとしたらなどうやって見ることできますかどんなロボットかなみたいな気になった方って何かで検索したあそうですねえー、ちょっとググって、えー、などうやってググったら出てくるかググっ <laughs> 私もあの実物は見たことないんですけど、うん、そういうふうに遊んでいるシミュレーションをあのパソコン越しで見せていただいたことがあってやっぱりこのおじいちゃんおばあちゃんの声がこう声も届くし、うん、顔の。 動画も届くし、ゲームもあるし、あ、これ夕方のすんげえパンクしそうな時間帯にちょっと遊んでもらう。う本当に10分でも30分でもご飯作ってる時に、あ、ね、あの、やけどしちゃうから抱っこできなかったりするじゃないですか。うそういったなんかその間合い的なもので、こう本当にロボットを介しておじいちゃん、おばちゃんがそこにいるみたいな、なんかそういう絵は見えたので、 ななるほどと思いながら動くんですよねしかもなんかロ,ーラローラーみたいなっていうかこうちゃんと、ね、そうそう地面動いてだるまさんが転んだとかねうん、うん、できてうそうそうそうでもやっぱりあの離れて私もあの父母が大阪で沖縄で子育てしてるのでなかなかやっぱりテレビ電話とかはあったとしても、まあ、画面越しなのでそんなにちっちゃい子が集中して。 い、いるかというと、そうでもなくって、知らないおじいちゃん、おばあちゃん写ってるぐらいの感覚だけど、そんな風に。実際に遊ぶことができると、お互い楽しいし、それこそ夕方の時間帯とか。画面越しで見るだけじゃなくて、動くならきっと子供もね、興味持つから、すごいいいですよね。そうなんですよ、なんか子供たちが自然と、なんかおもちゃとか持って披露してくれたりとか。踊りも見せてくれたりとか、するのと、なんかフレームアウトしても結構。 んか戻ってきてくれたり「追いかけて、うん、あの何してるの?」って声かけてあげたりとかできるのでなんかすごいちっちゃい子供たちからでもそれこそゼロ歳児から使えるのでなんかうちの息子もハイハイするようになった頃だから生後8か月ぐらいからかな結構使ってておじいちゃんおばあちゃんが山梨にいるんですけど山梨のおじいちゃんおばあちゃんと毎朝つないで成長を感じてもらってます うん、えー、ちなみに何かどうやって調べると分かりましたそうそうそうえっとなんか子育てロボットとかでググると結構ヒットするのと YouTube とかでも育児支援ロボットっていう風に検索すると出てくると思います。はい、育児支援ロボットで検索ですね。フォルムがピンクで。 あの二頭身のだるま型そうそうそう、だるまみたいな、早速見てみよう。ころンとした感じで、ぜひぜひ見てみてください。うん、じゃあ、そのもう目まぐるしいお仕事の中妊娠発覚してっていうことなんですけど、その時の気持ちってどんな気持ちでした。 いやもう本当になんかあのうちね、ねこういった子育てを支援している会社にいながらも私が一番先に考えたのは仕事どうしようっていうことで、うん、結構、その時はもうハードにというか時間も気にせず働いていたところだったので、うん、なんかそうはいかないよなとか、うん、なんか。 あのすごい喜ばしいことのはずなのになんか会社に対して後ろめたい気持ちとか申し訳ないないっっって思っちゃったんですよねうんなんかそれがこう気持ちの整理がつかないままなんかこう妊娠出産というふうにバタバタと続いていってしまってん,なんかそこはこの子育て支援してるからこそ。 なんか応援する立場としては全然すごいいいことなんだよって言えるし、うん、あのすごいねママとしてあの頑張っていくこともすごいことなんだよって他人に対しては言えるけどなんか自分の仕事内容とそれこそその立場と考えた時には、うん、なんかすごいそういう後ろ向きな気持ちがなんか残ってしまって。うん いいたなーって思いますみんな感じることだけど私も、ね、ボランティアこんなふうにしながらもやっぱり子育てファーストにできない、まあ、仕事ファーストになっちゃう時とかもあってそれのバランスの取り方とかってすごく波が心の波が激しいんですけど、まあ、あのこの来週以降もあっちゃんにお仕事と。 あと家庭とっていうこうバランスの取り方とかね、うん、そういったお話もいろいろと伺っていきたいなと思いますので、ね。はい、はい、あのまた来週以降も、ぜひぜひこのロボットのお話も,も、もうまだまだ聞きたいよ <laughs> うね。気になるところなので、うん、えお話聞いていければなと思います。はい、はい、今日はですね、あの子育て支援ロボット。のお話を中心に、エクボメンバーとして活動してくれている。あっちゃんのお仕事事情をお伺いしました。 耳で聞く太陽のエクボ子育て真っ最中のママたちが活動している「太陽のエクボ」ではイベントの開催やフリーペーパーの発行などで沖縄の子育てを応援しています最新情報やフリーペーパーはホームページからもご覧いただけますぜひ太陽のエクボ」で検索してみてくださいねまたこの番組では皆さんからのメッセージも募集していますエククボアットマー沖縄 e k u b o アットマーク r o k i n a w a ドット c o ドット j p もしくは旧ツイッター x でハッシュタグ全部ひらがなで太陽のえくぼでつぶやいてください番組のフォローもお願いします耳で聞く太陽のえくぼ次回もまたお楽しみに。